皆さんやばいんです。うちのメンバーたちの寝起きの癖がマジでやばいんです。まあ寝起きってか睡眠に関するって言いますか。ってことで今日はですね、本日はとりあえず抜き打ちで主、霊夢、アンジェリナ、キメイマルを調査しますので、うちのメンバーがいかにやばいか、見ていただけますと幸いです。すす、ぴょ、ぴ、ぴょ、ぴょ、ぴ、ぴ、ぴょん、ぴょん。全国睡眠の癖選手権ぶっちぎり優勝おめでとうございます。お前は獲得目前の景品か。すげえなこの状況で寝返り打ったでこいつ。もにょんちょんちょんもあさか。もにょんちょんで目覚める癖。おしじゃあしり、洗面所に移動して。わかりました。え？いや、そやんまじかー。到着いたしました。センキューセンキュー。くっそ吐いてくでくさ。このまま学校まで連れて行ってくれたらもっと最高なんだが、ついでに宿題もやってくれたら。やってくれるかアホ。お任せください。はい。いや、宿題やっとるがなまじかー。すっぴ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 。え、今ぶら下がり睡眠ブームなの？一時期、ぶら下がり健康器具が流行っていたけども。ん？あれ？そこにいるのはバナナ。寝起きだけど芝生よ。あら、マリサじゃないの？そんなとこで何をしてるの？この質問をそのまんまお返ししてやりたいわ。いやー、最近やっとってか一気に春うららんな陽気になってきたじゃない？ってことで今年初解禁です、ミノムシレイムちゃん。そうっすか。じゃあまたな。いや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 、ちょっと待ったー。なんだよ、下ろしてよ。いや、自分で降りれへんのかーい。あ、マリサそのまま。助かったわ、センキューセンキュー。もう、なんでもありだな、おい。その、アンジェリナさんで会っておられますよね。そうですけど。いや顔。だって、しょうがないじゃないの、こんな寝起きで来られたら。まだおひげも剃ってないし、顔も洗ってないし、おひげも剃ってないし、メイクもしてないし、おひげも剃ってないし。どうやらおひげ剃る前を見られたくないようです。まさかのね、今回は寝方じゃなくて、出演の仕方の癖が強いパターンでございました。あ、でも一応聞いておくか。アンちゃん、ちなみにどんな感じで寝てた？そりゃ普通に布団で。よかった、正常でした。こんな感じで寝ているけども。いや、寝室の癖が強すぎるパターン来たな、猫でチュニャッケイ。すやすやすや、すやすや。あれ、キメイマルはキャラ的にも一番ヤバいかと思ってたが、普通だな。おし、6時58分、今日もしっかり7時アラーム前に自力で起きれたな。よしよし。嘘だろ。さあ7時半までに顔洗って歯を磨いて、朝食済ませて歯を磨いてと、7時半から活動開始できるように準備だぜ。いやまさかのキメイマルが100点満点の寝起き過ごしとったー。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。